どうも、スマホで音楽聞いてますか？ワイヤレスの Bluetooth のこのね、イヤホン半年ぐらい使ったんですけども、なかなかいいですよ。未だにいいです。でも、これのね、バージョンアップバージョンが出たんですよ。なんだろう、音が聞こえちゃいましたね。これのバージョンアップしたやつが出ました。これ6月モデルですね。バージョン 5.2 ってやつです。前回のが 5.1 だったんですよね。これがね、販売価格2万円ぐらいするんですけども、なんと3000円でございます。だからこの販売価格っていうのがね、そもそもね、怪しいんですけどもね。でもこれほとんど旧作と変わらないんですけども、何かが良くなったと思うんで、とりあえずね、3000円出して買ってみました。はい、もう電池も入った状態ですね。ほら、ほとんど変わらないでしょ、これとこれ。こっちが前のやつで、こっちが今のやつですよ。ピリッと剥いで、これイヤホンね、マグネットでこうやって差し込むと、もう充電スタートするんですよ。で、充電のゲージがここにあるんで、見えやすいし、かっこいいでしょ、こうやって。かっこいいと思うんですよ。で、付属品に充電の USB ケーブルと、あの耳にはめるパッドがいくつかついてますね。これなかなかいい。で、これと同じなんでね、干渉すると思うんですよ。だからこれちょっとよそにやって、で、こちらの方を耳にはめてみます。これだけでね、買ってきて箱を上げてすぐにデザリング開始、何にも設定しないのに、はい、これでもうね、音楽聴けると思います。ボリューム聞けないですね。もしかしたらこっちに入っちゃってるのかもしれません。わかんないね。聞こえませんね、どういうわけか。なんでだろう、押してないからかな。わかりませんね、干渉してるのかもしれない。わかんないけど聞こえません。すいません、今回は以上です。